HKS チャンネルをご覧の皆様こんにちは、谷口信輝です。今日はですね、こちらの HKS GR ヤリス、こちらで筑波のタイムアタックにやってきました。結果は58秒4というタイムでした。まああのね、目標の57秒には届きませんでしたが、いろんな可能性を、57秒はもういけると確信しております。そしてですね、このヤリスというものがトヨタから出てきて、こういうタイムアタックでサーキットを走るのも楽しい。そして、ちょっとあの事務会の場みたいなところでこう滑らしてね、プチ剣ブロックごっこみたいなことをして遊ぶのも楽しい。だからね、もう一粒で二粒おいしいっていうね。あと街中も結構ね、低回転からキビキビ走るんで、街中も結構さっそうと走って楽しい車だと思います。このねヤリス、今この HKS のはこんなエアロが派手になりまして、ちょっと、まあ派手ですけど、ノーマルでも見た目もかっこいいですし、で3気筒 1600cc の割にっていう言い方は悪いかもしれないですけど、すごいよく走るんですよ。多分ね、乗ったことがない人が乗るとおっつって結構びっくりするぐらい走ると思います。でそれをこの HKS はよりね、皆様がその次のステップへとこうカスタマイズしたくなった時にできるように、もうどんどんですね、パーツを開発して、そして強度的な何馬力いったら壊れるのかとか、エンジンだったりミッションだったり駆動系だったりね、そういう部分のテストを先駆けてやってます。今のところ結構馬力も今450馬力ぐらい出してますけども、まだ壊れない。そういう意味ではトヨタさんが出してるこの車はとてもいい車だなと思います。ミッションも壊れないし、駆動系も壊れてない。というわけで、HKS はですね、この GR ヤリスの、いろんな皆さんが楽しむためのパーツをたくさん開発してますので、ぜひ、ご期待ください。